こんにちは、倉田乃愛です。今回はガチ推しの私がリピ買いしている美肌を作るための最新スキンケアを紹介したいと思います。今回紹介するのは3つ。じゃん。この3つを細かく紹介していきたいなと思います。私の中ではここ半年ぐらいねブームできてるんだけど、妹とお母さんに限ってはもう1年以上前ぐらいから愛用して使ってて、皆さんにも共有したいなと思います。化粧水から紹介していきます。じゃん、こちらです。フルフィットプロポリストナー、こちら 150ml 入ってますね。この化粧水は本当に保湿されます。めちゃめちゃ保湿されるし、鎮静も栄養も与えてくれますね。私が個人的に使用して良かったなって思った点は、テクスチャーがとにかく良くて、本当に保湿されてるなっていうのがスキンケアしてる時点で実感できるアイテムだなと思ってます。本当？って思うかもしれないんだけど、保湿に特化したスキンケアをするってなると、物によってはベタつきが出たりとか、これはベタつかず本当しっとり保湿されるので、すごくおすすめです。これからの冬の時期にはとっておきだなって思って、夜だと寝てる間とかにスキンケアしても乾燥しがちだったりして、朝起きたらあれ全然保湿が保たれてないって思ったりもするんだけど、ね、これはとてもとても保湿されて、朝もしっかりお肌触ってもしっとりしてますね。こんな感じで、こんな感じこう振って出てくる感じなので、ドバドバドバって出てこないのもプラス点だと思いますね。こうテクスチャーはとろみが結構あって、本当に伸ばしやすいです。とってもこんな感じで、でスーッと馴染んでくれるので、とろみが強いんだけど、伸ばして広げたらスッと入ってくれる感じで、保湿もしっかりされているのがわかります。この乗せた時点でもう、あ、ベタつき感がないっていうのが確実に私は実感できるなと。本当に肌がもっちりするのと、肌に弾力を与えてくれて自然なツヤを出してくれます。みんなメイクで多分ハイライト入れたりとか、ツヤ出しのものとか使ったりすると思うんですけど、もう地肌からツヤを、綺麗なツヤを出せるので、これから冬の時期で乾燥がひどいんだよな、乾燥が気になるんだよなとか、肌に水分補給、肌の水分補給したいんだよなって方とかはぜひ使ってほしいですね。2つ目、じゃーん、こちら RX ザビタミン C23 セラムです。光飛びここかな。このセラムなんですけど、開封後は冷蔵庫保存をおすすめします。おすすめしますっていうか、冷蔵庫保存してください。はい、このセラムはね、美白ケアだったりとか、シミシワケアだったり、弾力ケアしたい方におすすめしたいんですけど、このセラムは1個目に紹介したあの化粧水とかと違って、刺激が強いもの、トナーパッドだったりとか刺激の強いものとは一緒に使用できないので、そこは注意してください。そう、注意するとか2つ、冷蔵庫保存をすることと、開封後のね、開封後の冷蔵庫保存をすることと、トナーパッドや刺激の強いものとは一緒に使用しないということです。こんな感じです。もうビタミン C って感じ、明らかに。もうこんな感じですね。ラストこんな感じなんですけど、あのね、めちゃめちゃ、あのテクスチャーはどちらかといえば重めです。そう。重めで、伸ばした時はトロッとしてますね。トロッとしてて、広げていくとだんだんわかるんですけど、どちらかといえば軽めというよりかは重めです。でも嫌な、ベタつき感とかがないので、私は結構好きですね。で、すごい綺麗なツヤが出ます。っていうのと、冷蔵庫保存されててひんやりしているので、むしろ気持ちいいです。私はめちゃめちゃしっとりしてるの分かるかな、これ見てほしい、肌がくっついてくる感じ。塗った時からも分かるんですけど、次の日の潤いというか肌の感じが全然違うのを私は実感できたんですけど、まあ、次の日と言わず、まあ、もう使ってたら
ってただけ分かる実感をできるかなと思いますね。あとは、うん、ビタミン C 特有のあのひりつき感があったりとか、ちょっと赤みが出たりとかとかね、いろいろあのあると思うんですけど、あのつけててひりついたりっていうのはなかったです。ビタミン C 使うのちょっと不安だなって思ってる方も使いやすいと思います。刺激もなく、そう、ひりつきもなく私は使用できてます。飛べますね。私が顔近くすればいいかな。ラスト3つ目、何かな、ここかな、フルヒットプロポリスライトクリームです。このクリームなんですけど、めちゃめちゃお肌を保湿してくれると同時に栄養もたくさん与えてくれるクリームです。飛ばないで、やめて。こんな感じかな。の本当に一年中使えるなと思うクリームです。クリームの中で言ったらどちらかといえばさっぱり、もちろんしっかり保湿もされるっていう神的なアイテムなのね。冬はこのクリームで乾燥も防げるし、夏はベタつかずちょうどいい保湿感を保ってくれるしっていう、もう私の中では神的アイテムですね、完全に。はい、あの中見てみますか。蓋開けるとね、こんな感じで、パッカーンって感じで、こんな感じのクリームが入ってます。じゃん、感じで、とっても軽いです。ですごくみずみずしくて、潤いもしっかり与えてくれますね。で、伸ばす感じもすっごく伸ばしやすくて軽いです。私結構乾燥肌なので、あの夜クリーム塗っても朝起きたらもう乾燥してるとか、もはやクリーム塗っても数時間後には乾燥してるみたいなタイプなんですけど、このクリームのおかげで私は朝もしっかりしっとりした状態で起きますね。使用していて私は健康的なハリと健康的な肌を作ってくれるなって思ったのと同時に、メイクする前のスキンケアでメイクによれが影響したりとかするアイテムもあるんですけど、アイテムもあるんですけど、今日もねメイク前に使ったんですけど、めちゃめちゃ綺麗じゃない。ちなみにハイライトは塗ってません。今回ハイライトは使わないでみました。今日は一番最初に紹介したこのスキンケアと美容液は、このビタミン C じゃなくてもう一個あるんですけどね、そのアンプルもめちゃめちゃ良くて、フルフィットプロポリスライトアンプルっていうアンプルなんですけど、本当にツヤも与えてくれて光沢も与えてくれて、本当にねお肌を整えてくれる集中アンプルなんですけど、そのアンプルを使用してからこのクリームを使って今回メイクしました。そしたら綺麗な、本当にね、もうここ最近毎日使ってるから本当にこの綺麗なツヤを保ってくれております。めちゃめちゃすごくない？メイクのヨレを感じさせないというね、めちゃめちゃ朝でも夜でもとっておきのクリームです。化粧水のセラム、美容液は全然違うものだったとしても、クリームで迷ってる方とかはこのクリームをぜひ使ってほしいですね。スキンケア3つ紹介したんですけど、購入できる場所ですね、キュー店と楽天市場で購入することができて、価格がこの、化粧水フルヒットプロポリスシナージートーナー 150ml が通常1890円で購入することができます。 RX ザビタミン C 23セラム 20ml 飛んでたかな。フルフィットプロポリスライトクリームが2835円です。パックもあるんですけど、めちゃめちゃパッケージが可愛いの、見てほしい。可愛くすぎない？めっちゃ好きなんだよね、こういうパッケージ。プレゼントでも喜ばれるかなと思うんですけど、フルフィットプロポリスナリシングマグネットシートマスクが
220円で購入できるので、こう最初にこのね、今回紹介したスキンケア使うの不安だな、合うか分かんないから不安だなって方は、一度このシートマスクで試してみるのもありだと私は思います。で、通常価格がね、今発表したと思うんですけど、 9.5 のメガ割、メガ割時では結構お得に購入できるので、そちらの価格も紹介していきたいと思います。プルフィットプロポリスシナジートーナー 150ml が通常1890円のところ1431円、 RX ザビタミン C23 セラム 20ml メガ割時が1826円、だいぶじゃない。フルフィットプロポリスライトクリームが通常2835円でメガ割時2187円です。プロポリスナリシングマグネットシートマスクが、通常が220円のところ168円です。お得です。もうメガ割時絶対に買うべき、本当に買った方がいいと思う。私がもうね、自分の中でめちゃめちゃ来てるから、もう本当に共有して激推ししたいアイテムですね。これから乾燥がねすごい気になったりとか、夏でね結構日焼けしました、くすみましたって方とかは、セラムで綺麗にしてあげて乾燥を吹っ飛ばすためには、トナーやクリームを使ってぜひ皆さんにも使ってくれたら嬉しいです。このスキンケアがいいな、動画良かったなって思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。